はい、どうぞ。もしあのコウモリがもうこのままやつ、ビーズがでかすぎるんでね、ちっちゃくすればそれ解消するでしょ。あのこのここの方にこの、うん、はい、どうぞ。はい、どうぞ。これが、リールと重さの位置で、一応このぐらいです。竿の長さが 4.5 メートル。はい、なので、垂らしがだいたい3メーター前後という感じですかね。2メーター50の垂らしを使います。しかも竿の下も実は長いですね。でこちらで西公園一投げる男の投げを見せていただくということで。ありがとうございます。例えばスプロが下にあると絡んじゃうんですよ。はいはいはい、タタタタタって飛距離落ちちゃうんで、できるだけ出して普通この、なんだっけ、バットガイド、うん、ここに合わせるんですよ、こっちは。もう一回。このぐらい。このぐらい。はいはいはい。で、そこから、好みでもうちょっと下げたり、うん、上げたり、ほぼこのぐらい。で、投げるときは、そこをこっちの向き。うん、そうじゃないと、こう、投げるときに、こう、ベールをバタンってなっちゃうんで、はいはいはい、そうならないように。たまに俺はそれやって糸をプチンってやるんですよ。俺も仕掛けだけ。もう必ず投げ用のリールはここでロックされてるんで、あ、持たないんですよ。分かりました。で、あの、ここから糸持ちじゃないですか。で、クラッチ型の投げる時はこの持ち。こうちょっと待ってください。うん、この持ち型。違う。この持ちが、はい、そこで握ってここ持つんです。でそれでベール上げるじゃないですか。でここで止まっちゃうんですよ。でこれが投げ用のリールはこんな感じなんで、結構人先が硬いんです。これ BX プラス硬いです。竿のコースっていう、で竿を曲げる感じで投げるんですよ。曲げる。じゃあ今これ投げますので、これの向きがすげえ。もう音がやばいっすね、すでに。どこ？今ので7ショット半ぐらい。85ぐらいですかね。そのぐらいかな。で一応これの向きがすげえ、うん、もう音がやばいっすね、すでに。これの向きがすげえ、うん、
もう音が